みそのチャンネルコラボありがとうございます。ありがとうございます。ももかいチャンネルを見てからこっちのトークに飛んできてほしいんですけど、ありがとうございます。みそののファッションについて物申すみたいな感じで物申さないです。物申してたようちが全然着いへんようなもう3着とも買わないですという服を用意されてですね、はい、言うたらもう嫌がらせですよはい、初めましてなのにすごい地獄でした、はい、なのでそのコラボ動画見ていただいた後に多分来てくれてるとは思うので、いやね、ありがとうございます。でもまあみそのを可愛くしたいとか、はい、絶対これ着たら似合うだろうなっていうのを、はい、であれ選んでくれたんですもんね。ちゃんと時間とお金をかけて。そういうみそのさんも見たいなっていう、個人的なもう二度とやらないんでその動画ではかなりレアなみそのが見れてますね。たまらないです。まあでも35歳だから本当はああいう格好しなあかん年齢よね。何歳 ?33 です。あ、結構いってるのに肌めっちゃ綺麗だね。綺麗じゃないですよ。めっちゃ若いイメージだった。あの性格もさすごいほんわかしてて言うたらぶりっ子やん。だってなんかさ自己紹介こんなんさせられたりさなんか「行ってみましょう」っていうポーズがあったりやからうちは20代って思いながら、SNS とかも見ちゃってたわ。嘘すごい、見たけどさ動画。ありがとうございます。美容コスメファッション20代前半の子がやってるような内容やったよ。本当ですか？でもなんかチャンネルを見てくださってる方は結構40代の方とかも20代中旬ぐらいから40代中旬ぐらいの感じが多いです。中旬で合ってるで、みそのチャンネルは何をやるかっていうとこなんですけど、うちの YouTube のスタッフはみそのさんはもうトーク力があるので、トークだけでも全然面白いっすって言って一人しゃべりとか対談形式も許されてる。めっちゃ興味あるからあのぽっちゃりモデルに。でもなんかやたら言ってくるやん。いやトークだけでは飲みないっす私はって私にそんな興味がある人あるよいないんじゃないかなと思って。だってぽっちゃりの子で例えば今悩んでる子やったりとか社長としてだったりモデルとしてだったり、あと人間としてぽっちゃりでもこうだよみたいなお話とかをいっぱい聞けたらなって。でうちと共通してるのがその後輩の子たちにお仕事を振る側やろ、はい、自分のことでいっぱいいっぱいのはずやのに、自分も売れたい、自分私のこと見てって言っててもおかしくないのに、聞くところによると共通の知り合いのねみかりん、こちらのチャンネルに登場しております。みそのちゃんとその共通点がいっぱいあってみたいな、嬉しい。そうだからそういう話をしていきたいわけですよ、はい、うちはその太ってるっていうことで、お前はなんか売れへんって言われてきた人やから、でも売れてるわけやん売れてはないですけど。いやでもさ、そうお仕事は忙しいやん。コラボだってもう何回もスケジュール合わせたしさいやうちも申し訳ないねんけど結果朝からぽっちゃりの方々に夢だったり希望だったり勇気をうちは与えてほしいなと思うし、過去の自分は太ってるから仕事が取れないとかっていうかもう痩せろしか言われ今でも言われ続けてきてる人間からしたら「えっ太ってでもいいの?」っていうのとかはめっちゃ気になるし。なるほど。磯山さやかちゃんって方がいるんだけど、もうあんなのぽっちゃりって言えへんぐらい綺麗、テレビだとなんかそのぽっちゃりとかってそういじられてるし、なんかそのキャラっていうかイメージがもうついちゃってるけど、実際生であって、どこが太ってんのっていう感じなわけよ。絶対そう思います。そう、まあ渡辺直美さんも柳原加奈子さんもメープル超合金の夏さんとかまで結婚されたりとか、ぽっちゃりやからとか私なんてってうちも持ってきた人やけど、そういう女の子たちに見てもらいたいし変われるきっかけチャンスになれたらいいなと思ってお送りしたい。ありがとうございます。申し訳ないじゃないですか、みそのさんのチャンネル出させてもらってももかあえの回全然見られないとかあった。それはそれがおもろいいじるからめっちゃいじるから、あれ数千しか以外がって一生言い続けるそうじゃあ保険でカバンの中身いきましょうか芸能人のカバンの中って何が入ってるんですかみたいなやりましょうよ動画でって言われてやったことあんのよ過去に。くっそつまんなかったでもまあ一切世界線行ったけど、うちからしたらこれ何がおもろいの、誰が見んのみたいな感じだったわけよ。ほんまにうちのカバンを今見せても面白くないので持ってきた。はい、みかりんでーす。みかりん、おもろいかもしれない。聞いてない。これはね、YouTuber としてやっぱりね、いるよね。便利なんですよね、携帯ね。バッキバキで、もうこれいつの、あ、でもなんかおしゃれ、待ち受け。あ、よかった。え、一回も行ってきたの？T シャツを作ったんですよ。あ、そうなん？それをなんか前のマネージャーさんが欲しいって言ってて、持ってきて今日見ようと思って。あ、だからこういうのもやってるんだね、お仕事。やってないです。え、これただ趣味で作っただけです。趣味？どんな趣味？うち趣味で T シャツ作ろうとか思わへんねやけど。なんかユニクロなんですよ。ユニクロで自分の T シャツ作れるから作ってみたんですよ。どんな感じかなと思って。それ動画になる？動画になんないです。ならへんのにユニクロで T シャツ作ってみたとかじゃないんだ。こんな感じ。いや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 、その過程が見たいな。どうやってやれば。なんやこれもなんかもらったんですよね。でも S サイズだったから入らへんと。私入んないからマネージャー、前のマネージャーさんがあげる。 S サイズだから。いい水ちゃうこれ。こんな水見たことない。ボルビックとかイロハスとか飲んでるうちとしては箱で買うんですよ、いつも通販の。え、金持ちやん。お安いんや。これなんなん？綺麗になる水とか。いや、普通の水。普通みたいなのにこんなおしゃれな、今って。熊本県の天然水なんですよ。私熊本出身なんで、ちょっと。あ、いいやいや、そういう話聞きたかったんやけど。地元に貢献したいなと思って、地元の水を買いました。わざわざ取り寄せて、ネットで。そういうの聞きたいのに、普通の水です。いや、普通の水ちゃうねん。熊本から取り寄せてるを一言目に欲しかったんや。でも綺麗、すごい。え、本当に。これじゃあ後で。で、これポーチね。これはまあ女子っぽい。なんで2個あるの？いつも持ち歩く用で、こっちはコスメ入れてるんですよ。こういう撮影の時にちょっと。こっちは目薬とか。1個にしようとかはないんや。大きいの1個の時に。うちはほら、メアメイクをしないから、プライベートでは。ポーチというものがないです。ああ。コロコロ。いやいや。30秒。これ終わり。なんと毎日こうなんか気づいた時にやる習慣、大事かなと思う。まあやらへんよりはやった方がいいけど。980円ぐらいでした。ええ、もっと高いイメージ。ドンキで。えらいな、ちゃんとこうやってさ、これ自分で分けてるのね。もうこれ捨てたら。ああ、電車で帰ってらっしゃるんですね。定期とちょっと名刺とちょっと入れて。結構太ってる方って諦めちゃうよね。ヘアメイクもう綺麗になることをで、何もしいひん人がここにいらっしゃった。みかりん昔めっちゃ綺麗やったんやね。モテてたって。あれや人生において初めてエッセイ行ったっつって。見ました、投稿。うちのおかんがオーナーをしている京都のエステサロンなんですけど、そこでもフルコース、フェイシャルからボディから、コラーゲンマシンからホワイトニングまで。いやー、悩ましい。飽きて？いつでも財布ですよ。うわ、どういうこと？何この500円玉。え、ちょっと意味が分からへん。見て、まず500円玉4枚入ってる。もううちこれもう大嫌い。すぐ出すんですよ、うち小銭持ち歩きたくないんで。今500円貯金にハマってるんですよ。500円貯金してるもんね。だからこれは貯金箱に行くよね。あ、びっくりした。使わないようにしてる。カードしか入ってない。ぽっちゃりモデルの兼 YouTuber 兼社長の全財産は4000円。肌出たけど、うちお金ないんすか？なんかね、入れてたら使っちゃうので。あ、入れない。偉い。でも財布を何回もなくしてるから。本当ですか？クソつまんない財布ありがとうございました。トークだけでやろうよって言ったけど、ももか愛ちゃんが私トークのみじゃ伸びないんでカバンの中身にしましょうって言いましたが、前日の夜まで言ってきたからこうやってやってみましたが、多分みそのさんの見たいんです。みんな衣装ケースが見たいですけどね。私あれもだって服だけしか入ってんのね。え、でも楽しくないですか？あ、服をみんなが、それではまた次回のコラボの時に、はい、ぜひ、しまって。え、これ見なくていいですか？ハンカチいらんよ。いや、持ち歩いてそうやから、もうそれはいじらへんかって。クマも。あ、またた出ました熊本愛。登山部も熊本、うん、はい。あと事前にやっぱやるって言っといたらなんか仕込んでくるからカバンの中にきれいにしとこうとか、ね、ちょっとやっぱこうやって急にね抜き打ちでやるのがやっぱ面白い。確かに。